さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。今日は、パーアベドーナツストップというお店を紹介していきたいと思います。ここはカハラモールの向かいにある、2020年にできたショッピングセンターです。このショッピングセンター内にあるのが、今回紹介するドーナツショップです。店内に入ると天井が高く、カラフルでポップな絵が描かれています。このお店の特徴は、注文してから作ってくれるので、揚げたてのドーナツをいただけます。このようなメニューに、買いたいドーナツの個数を書くだけなので、注文も簡単です。メニューに書かれているドーナツはサンプルが置かれているので分かりやすくなっています。上から順に紹介しますと、アロハマック、ハルクスマッシュ、イッツオーケーカズイッツユアドッグ、ナナナッツバスター、オーフェイス、スマーフボール、サンバーントハオレ、ザ・ジンボ、ザ・サンチェス、ウンパルンティアモイスト、ドリームシクル、ユニコーンバットスニーズ、ユアキリングミースモールズ。最後もメニューはスペシャルだそうです。カハラ店のみ、こちらのサンドイッチがあります。ザ・アップタクト、スランバーランバーです。ドーナツのお値段は、たくさん買えば安くなるシステムで、1から5個までなら、1個あたり3ドル25セント、6から11個までなら、1個あたり3ドル、12個以上買うと、1個あたり、2ドル75セントになります。日本のドーナツに比べるとかなり高級だと思います。皆さん真剣に選んでいます。追加でトッピングもできるようです。お支払いは奥のレジで行います。ご一緒にアイスクリームはいかがですか?と、甘い誘惑が来ますが、今日はドーナツを6種類、それぞれ2個ずつ。計12個を買うことにしました。実はお店に来た時は空いていたのですが、アロハちゃんたちが来た後は大にぎわいになりました。タイミングかもしれないけど、こういう経験がよくあります。お店のデザインはユニコーンをモチーフにしています。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、アメリカだと一般的な印象です。店内にはオリジナルグッズがたくさんあり、パーカーや T シャツなどのアパレルに、タンブラーやキャップなど、いい感じの商品があります。他にはハイアットリージェンシーに入っているコーヒーカンパニー、カイコーヒーも扱っていました。お店で飲めるコーヒーも、カイコーヒーでした。注文したドーナツが作られ始めました。自動で投入されていきます。工場見学みたいで見ていて楽しいです。ハワイだとマウイ島にあるクリスピークリームドーナツでこの光景を見ることができます。どんどん出来上がっていくよ。楽しみー。後ろには箱が山積みです。ドーナツステーションはカラフルなクリームが見えます。ここで一つずつトッピングしてくれます。お店の奥にはドーナツ星からやってきたエイリアンが人間を連れ去ろうとしているので、両手を上げて写真を撮ると面白いですよ。
連れて行かれる。で、上に引っ張られる感じで、白目だとなおいいです。写真を撮ってたら、小学生の子供が、お母さん私もやりたいって、同じポーズで撮ってました。小学生に受けたのでガッツポーズ。そんなことをしているうちに、ドーナツができたので、受け取りました。箱がめっちゃ大きいです。じゃじゃん。ロゴで切り抜かれてて箱も凝ってますね。では早速、オープン。おー、美味しそう。持って帰る時から気づいていましたが、出来たて熱々です。注文したのはこちらの6種類です。It's OK Cause It's Your Dog。ナナナッツバスター。オーフェイス。スマーフボール。ザ・サンチェス。最後はスペシャルの6種類です。なんとカラフルなんでしょうか？ハワイのドーナツって SNS に載せたら、いい感じになりそうですね。早速スペシャルからいただいてみます。わぁ。購入してから10分ぐらい経っていますが、まだ結構温かいです。そして、出来たてはやっぱりうまい。口に広がる感覚が今までのドーナツと違う感じです。最近ハワイではドーナツ店が増えていますが、ここも美味しいドーナツ店確定しました。揚げてる時は同じなのにトッピングで結構変わるなぁという印象です。ベースが美味しいから何をトッピングしても美味しいのでしょうね。この日はパーティーのお土産として持って行ったので、全部は食べていませんが、これはまたリピートしたいお店でした。来ていた皆様にも好評で、どこで買ったの？って、みんなに聞かれました。実はカハラ店は2号店で、1号店がアラモアナセンターの近くにあります。住所は、1234コナストリートです。ホノルル店でも同じ味を楽しめるので、行きやすい方をチェックしてみるといいかも。ただし、宇宙人写真を撮りたいなら、カハラ店に来てください。さて、ファーベ、ドーナツストップを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか？カハラモールに来られることがあれば、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたらコメント欄よりお願いします。動画を見ていただきありがとうございました。